三河山椒魚は、両生綱、優美木山椒魚か山椒魚族に分類される、有魚類。日本東道町5から6.1センチメートル。背面の体色は、オリーブ色だが、頭部全部や獅子に、銀白色の斑点が入る。体長9センチメートルほどで色は、茶褐色、青白い点の模様がある。形態は、黒山椒魚とは大きく異なるが、北陸山椒魚を類似する。 この2種と比較すると獅子は短く、胴体は長い。ハイノビアスライコナタススピーシーズグループに含まれ、クロサ魚や北陸山椒魚に近縁な、系統という解析結果が得られている。東北地方のクロサ魚や石川県や富山県に生息する北陸山椒魚に似ているが、足が短いことなどが特徴。標高500から700メートルの丘陵地に生息する。批判食器は、 産卵地周辺の臨床で生活していると考えられている。杉の植林地や新興根光林内にある渓流の源流域や渓流周辺にある湿地の湧水中で繁殖する。19から56個の卵を産む。分布が限定的で生息数は減少している。森林伐採や笹体水体による生息地の破壊。 道路建設や土地造成による土砂の流入、販売、ペット目的の採集による影響が懸念されている。絶滅危惧 ILI、e。ありがとうございます。